これはドイツの科学者レントゲンさんが発見しました。はい、こんばんは、スタディルーム斉藤です。今日は中二理科電気静電気の7回目です。で、まあ、静電気っていうタイトルなんですけど、静電気の授業は前回までで終わりました。で、今日からはい、いきなり今日のポイント1つ目、放射線について学習していきたいと思います。で、放射線って言ったらなんか皆さん放射能漏れとか悪いイメージがあると思うんですけれども、まあ放射線いろいろ役に立つことにも利用されているので、まあ、この放射線について理解をしっかりと深めてもらって、有効利用できる面、それと、まあ、人間に害を及ぼす面、そこを、まあ、しっかりと学習してもらったらと思います。で、この今日ポイント一つ目にした放射線ですけど、その放射線の種類いっぱいあります。で、皆さんが覚えてほしいのは4つです。まず X 線、それと α 線、これ A じゃなくて α です。 α 線、β 線、γ 線、まずこの4つは覚えてください。で、まあ、これらのものがまとめて放射線っていうことをまず覚えておきましょう。で、そこで最初に見つかった X 線、これはドイツの科学者レントゲンさんが発見しました。で、皆さん少し前で学習した真空放電に使うクルックス管ありますよね。で、このレントゲンさんもクルックス管を利用して実験室の中で実験してました。で、クルックス管を黒い紙で巻いて実験してたのに、その実験室の端の方がなんか緑色に光った。これは何だろうということで、その黒い紙を通過した X 線を発見しました。それから、まあ、本当にこの人の名前にちなんで、今ではこのような骨とか体の中を見る検査のことをレントゲン検査って言っています。さあ、で、この後次は今日のポイント2つ目です。放射性物質、この放射線を出す物質のことです。で、放射線を出す物質すごいたくさんあります。でも、これ一つ一つ覚える必要はありません。でも、まあ、放射線を出す物質のことを放射性物質っていうんだっていうのは覚えておいてください。それと次です。はい、これは、まあ、教科書にもよるかと思うんですけれども、まあ、私が参考にしている教科書では太字になっていなかったので青の文字にしてますけど、これも今日のポイント3つ目にしておきましょう。放射能、放射線を出す性質のことです。で、まあ、出す性質なんですけど、まあ、放射能っていうので、放射線を出す能力の方が皆さん分かりやすいかと思います。ある物質があって、その物質が、まあ、どのぐらい放射線を出す性質能力を持っているのか、それを放射能と言います。で、この放射能っていう言葉、これの名付け親がフランスのマリー・キュリーさん、キュリー夫人になります。で、この放射線、放射性物質、放射能、ちょっと分かりにくい、よく似た言葉なので、今日はその違いを覚えておきましょう。で、次回この放射線の性質、その後その放射線を利用して、まあ、人間が役に立てている部分と、もう一つ人間の、まあ、害になる部分、それらについて学習をしていきたいと思います。では
今日の授業は以上です。